よっしゃー、おーかっこいい。オハコンバッチ8チャンネル始めていきます。今日はマイレッグおじの鈴木やっていきたいと思います。今日はオープニングで特に話すことがないのでサクッと試合の方行きたいと思います。今日はソフトバンクそして楽天とどちらもビジターですね。頑張っていきましょう。とりあえず対左そしてチャンスで打つことでは行きましょう。打っていこうぜ。おっといきなり1点を取りつつのランナーが1塁で森くん。さあ打っていこうか。上沢さん、いやーゲッツーか。ゲッツーまずいね。おじい完璧に抑えられたね今。待って、まあまあまあ右ピッチャーでチャンスでもなかったからいいのだが、ゲッツーはまずいよね。しっかりと1日1本打っていきたい。ま、理想はパワーボールを稼いでいきたいところだね。よし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 、さあ揺さぶっていこう。さあバントしちゃうよ。おい、いや普通に打ってもいいと思うかな。パワーボール、よーし、いった、ゴー、外されるか、セーフ。おじい、あー点取られてるね。そして今度はランナーなし。いやフォアボールで出塁したはいいんだけどヒットが打ててないので、とりあえず1日1本やべ。もうねロックオンに慣れてるからね、名称のやりすぎで言い訳です。完全に頼む、打たせろ。バントする、いやいやいや、よし、フォークをうまく打ったわ。すげえ、超気持ちよかった。オッケー、負けたが、いや負けてない、来た来た来た、逆転ホームランはかっこいいよ。うわーこれミートで来て、でもホームラン打ちて、うわ最悪最悪や、やっちまったな、ゲームセット、やらかしい。チャンスでの凡退が一番まずいね。もう対左とチャンスでどれだけ打てるかっていうそこなんだけども、ちょっとまずかったな今のな。ではおでん屋さん行きたいと思います。初のおでん屋さん、そしてちょっとカットしてた部分で、給料が入りました。そしてゼフショーになりました。どうしてもねどうでもいいところはカットしちゃうんだよ。ということで第2戦さあやっていこうか。今度こそリベンジ、めっちゃ点取られてる。で対右か、右だったら別にねあの凡退でもいいから、とりあえずかっ飛ばせ。いやいやいや際どいよ、厳しいよ、いいコースだよ。連続フォークか、カーブ系スライダー系は何だい。またフォークか、フォーク好きだな、フォーク好きだな。いやファーボールがいい、ファーボールがいい、お願いします。いやボール球、うわーもったいね、ファーボールだったのにな。よーしオッケー、せーのバット、やべラッキー。いやー山川さんがホームラン打ってくれた。よしチャンス、チャンスでは打て、フォークね、オッケー。ちょっとフォークはねやめたいね、フォークを打つのはやめたい。いやおじいにフォークしか投げないやつ、そういうこと。おーっとカーブ、シンプル、シンプル is the best。 よしナイスヒット、よしよし回る、回んねえのかい。おっと1点取って1点取られて、またチャンス、打ちたい打ちたい、どうだ、あー切れた、絶不調だけどね打てると信じる。いやナイスボール、うんちょっとインコース苦手だな。うい体張れ当たれ、パラパッパー、ボール球入ってたかな、ギリだね。いや嘘だろ、いや今のまたかよ、同じイニングに来た、今入ってたか、厳しすぎない、さすがに。対左でヒット、よしよしよし、いやチャンスで打ちたかったけどね。モイネロからは打てた、あーここ絶対、ここ絶対、対左でチャンス、いやーもう集中力よ、チャンスで打たないとあかんのにな。
でまたチャンスで対右、ナイスボール、カットか、カットが2、絶不調なのも影響してるかな。いやーチャンスで本当に打てねえ、ファンサービスされる、勝ったけどね、チャンスでの打率が非常にまずいかもしれないね、打ててはいるがチャンスで打てていない、もったいないっす。ではおでん屋行ってみたいと思います。またなんかびっくりマークがついてるってことはレベルが上がるってことかな。ね、さっき来たけどもなんだい、あ、ご当地グルメの大会だって。セリーグでもあるようにパリーグもあるんだね、それがおでん屋ってことか。おいっす、了解した。パリーグの6球団のご当地グルメを集めろっていうね、ミッションね。しょうがないからやってやろうか。だがしかしその前にな、今永さん横浜じゃなくなってたんだ。ミート打ちでいくぜ、対左チャンス、来た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 、でチェンジアップ、よっしゃ、ここは絶対に打つ、打つ、落ちる、よしよしよし、最高最高。そして三塁に走るとか神かよ。せーの、いた、グッズ、よし、ナイス、おじいの高走塁。さあ今永さんよ、対左の打率を上げていく、チャンスと対左がね重なったらぜひとも打ちたいがな。惜しい、チェンジアップが好きだからそれをしっかりと打っていきたい。うまい、これは落ちる、落ちないか、ちくしょう、落ちなかったか、めちゃくちゃ点取りで、ピッチャーが変わる、マジかよ、今永さん早えよ。これはね右ピッチだから別に打てなくてもいいんだけど、これ強振したところで絶不調だからね、スタンドまで持っていけるのか、持っていけるか、ダメだ、ミートでいこう、いやでもね、いやミートでいこう、とりあえず通常打率も下がりまくってるんだよな、気合で打て、うい、普通にミートしなさすぎて困っているぞ、おじ、うまい、ダメだ、普通に正面だ、いや結構うまく打ったと思ったが全然正面、おっと満塁でチャンス、ごめんここはねミートで、よっしゃー、チャンスでタイムリーが打てた、最高かよ、よしよしよし、ナイス、おじい、ね、チャンスだったらもういくらでも打つわ。そして対左、対左も打ちたい、チェンジアップ、落ちろ、伸びすぎる、ミートしすぎや、最後まあいいや、チャンスで打てたし、素晴らしい、4安打完封だって。まあこの試合は打てたかな、うん、まあまあ良かったかなと思います。だがしかしよ、お、リーグ最速の50安打そして50打点、なかなか打てていないのか、ね、打点がなかなか稼げてないね、ホームランが打ててないからか。ライバル対決も非常に、あーっと忘れてた、元祖神主打法の偉業、ドンマイ。そしてここで移動かな、移動して楽天、そっか仙台か、仙台もじゃあご当地グルメありそうだね、行きたいぞ、よーし打っていこうかい、やっていけ、441対右だったら別に何でもいい、いや意外と、あー取ったか、意外といい当たりだったから落ちたかなと思ったら落ちなかった、うん、ここはバントしちゃおう、おじいチームプレイに走る、パーフェクト、だが三塁いけ、三塁、三塁いけよ、うわーもったいねえな、いや今いいバントだったんだけどね。さてどうしよっかな、ノーヒットって言われるのが嫌だけども別に打てなくても問題はない、パラパッパパッパー、うえー、やべノーヒットか、いやでもまだあと1打席最低でもある、途中で変えられなければならし、よしよしよし、ドジソンだって、対左にチャンス、
待って、変化球がちょっと分かんなかったからな。第2球、ここは打ちてえな、ここは打ちてえな、絶対打ちてえな。最低でも犠牲フライ、打率を下げないようなね。いや、ナイスボール、クイック F。 よし来た、ナイス、素晴らしいヒット。やばいやばいやばい、刺される、危ねえ。ナイスキャゲット、よっしゃー、おお、かっこいい、逆転したし。あ、でまた左か、うん、打っておこうか。まあ理想はまたチャンスで左だとね、なお嬉しいんだけどね。ここは確実に、いやー、フォーク超落ちた。いや、チャンスで打てただけよかった。ヒーローでしょ、違う、今のがヒーローじゃないだと。おじいが流れをすべて持ってきたのに。おお、意外と13試合連続ヒットか、やるじゃんおじい、さすがや。ライバル対決の話されて結構めんどくさくてカットしちゃってます。さあ行こうか。ライバル対決ね、悪くはないんだけど、なんか頻繁に来るよね。自分が相手から勝ち越してたりすると、打ててたりすると、苦手意識を持ってるようでみたいな感じで言われるから、なるべくねその話されたくないですね。 OK、 ツーベース、おじい、しょっぱな、いい当たり。でもチャンスでもなく、タイ右だったんだよね。いらねえ、悔しいから、打つ、マジか、急に打っちゃったよ、絶不調で変化球を。あれ、なんか急に打てるやつね、びっくりするわ。いや、チャンスとかで打ってよ、そういうのな。あー、ナイスキャッチ急に打てなくなる。お、来たね、対左、そしてチャンスで、フォーク。さっきの試合確か斉藤さんに最後抑えられたよね。いやー、もうここで打てよ、対左、打つ場面を間違えて逆転されてる。いや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 、ここはね、対左だから。いや、さすがに2打席連続凡退はあかんよ。いやー、ムービング、やべ、対左の打率も下げちゃうじゃん。右の打率を上げて左を下げると、一番やっちゃいけねえ。負けたしね、ホームラン絶不調で打ったのにもかかわらず調子上がんないかな。上向きになったとか、ということで最近のお前を来たな。最強助っ人並べ丸16試合連続打点、ちょっと厳しい気はするけどやっていきましょうかね。元祖カンヌシを忘れていたもんな。では牛タン屋行ってみたいと思います。ご当地のやつじゃないかなと思うのだが、どうでしょう、2万か。でも牛タン屋だったらリアルにありそう。でも定食だと、そうだよね、ご当地だよね。よしよしよし、あ、で上向きになる。いや、一番下まで行ったから当たり前か。そして現在何試合連続で打ってるかを確認すると、あと3試合か、絶不調だと厳しいな。そしてファーボールはこのパート2個取ってるね。最後なりきりプレイをしたかった。よし、チャンス、対左、絶対打て、絶対に打て、ここで打たなきゃ、いつ打つんだ、危な。いや、いい変化球だな、抜けろ、よっしゃー、最高だぜ。丸丸丸、回らねえ、タイムリータイムリー、オッケー、危ねえ。まあ、ミッションもね、さらにクリアしてるか。ここまたまたまた来た。まあまあまあ、最低でも犠牲フライでね、打率を上げていけ。どうや、うまい、これだ、芸術的な流し打ち。なおね、金徳青徳は発動しないがな、絶不調だから。よし、もう打たなくていい、もう打たなくていいからな。おっと、チェンジアップ、無理に打つ必要ないので。いや、打球反応よ、今ショート取ってたら内野安打ワンチャンだったけどね。
いや、バントしよっか。いやいやいや、バントはしね。打つでゲッツ。やべ。あー、うんうんうん。でチャンスではないが対左。ウェイ、危ねえ。足元すぎて怖。おじい、チェンジアップ。やっべ。森くん走っていいよ。いや対左だから打ちたいけどね、チャンスではないっていうところなんだよね。よしよし、スローカーブか。結構おじいスローカーブ好きよ。抜けろ。よっしゃ、対左で3安打。素晴らしい。いやもうこれはねヒーローですよ。違う、最後の試合は理想でしたね。チャンスで2本、そして対左で3本。 OK、 なんとか絶不調でも突破した。そして移動する。次はどこだ。オリックスでビジターっぽいな。何かあるね、何かあるね。なんだい、コリンズ興味がない。しかもヤクルトじゃん、セリーグじゃん。お土産、待て待て、お土産は買うの早いだろう。休みの、そしてオリックスだから大阪か。何かあるよ。お、4月が終わって24勝9敗。どうよ。やったぜ、月間 MVP、諸田で。そして、千里からの電話。なんで家族からの電話はマナーモードなんだろうね。不思議。では、たこ焼き屋行きましょう。多分ここもご当地な気がする。大阪だからね。1万円のたこ焼き。いくつ入り？めちゃくちゃ気になる。そうだよね、ご当地だよね。OK。素晴らしいぞ。調子上がんねえか。ということで今日はここまでになります。ファーボールは今日2個取って、あと30個。まだまだ先は長い。そして最強助と並べ丸1、こちらはあと2試合連続打点で達成ができるということでね、ちょっと調子がなかなか上がってないおじいです。うまく打っていきたいということで、また次回のおじいも5000円お願いいたします。ということでバイバッチ。